こんにちは、金子義智です。本日は岸田首相のルーツを徹底分析、岸田一族その光と影というテーマでお届けをしていきます。はじめに、今回岸田首相の一族のルーツをですね、徹底リサーチいたしました。台湾、満州、岸信介、満州人脈というキーワードは、意外だったんですけれども、岸田首相をですね、形成するパーツとしてどれも外せない要素であることがこのリサーチで分かってきました。この動画ではですね、前編と後編に分けて、これらのですね、点と点というものを結びつけて、総理大臣岸田文雄の本質に迫っていきたいと思います。内容なんですけれども、まずは岸田家の家系図から、そして台湾満州へ開拓した祖父、被祖父時代、そして満州で百貨店業を花開かせた祖父の時代、そして岸信介満州人脈とですね、この岸田家とのですね、深いつながり、深い関係性、そしてそこから見るですね、首相岸田文雄の本質とは、というところで総括をしていくと、これらを前編後編に分けて見ていきたいと思います。まずは岸田家の家系図、こうなっております。こちらはですね、レジュメディアさんから引用させてもらっております。まずですね、被祖父岸田育太郎ですね、育太郎という人物です。この人物が家業を営んでおりましたが、台湾にですね、移住したりとかですね、満州、当時は大連と呼ばれてますから大連に移住したりとかですね、非常にこの開拓者精神が旺盛な被祖父だったわけなんですね。そしてその息子ですね、岸田さんからすると祖父にあたる正樹氏ですね。この正樹氏が、このですね、政治家として、このですね、活躍しながらも、さらにですね、満州でですね、百貨店業を始めてですね、大成功を収める、その礎を作った岸田家のですね、財政的基盤をですね、大きなものにしたのがこの正樹氏なんですね。で、そしてこの正樹氏の息子が文武氏ですね、岸田さんの父、この文武氏、非常に地味な政治家、自民党の宏池会の政治家、地味な政治家だったんですけれども、この人物が、宏池会としてのですね、派閥に所属をして、それで、岸田文雄首相、現在の首相も宏池会と流れが出来上がってきているということですね。こういったような4代にわたってですね、開拓者精神が旺盛な商業のですね、DNA を引き継いで、そして正樹氏の時にですね、この動画の中でも詳しく触れますが、岸信介氏の側近としてですね、この岸信介氏の覚えめでたき、側近、岸派の、ブレーンとしてですね、活躍をしていくというところから、自民党内にですね、非常にこの強い人脈を築き上げていった、ということですね。ですから、そういう意味では、この岸田さんのですね、祖父、正樹氏がですね、財政的基盤を盤石なものにして、そして自民党内でのですね、非常にこの確固たるポジションを築いたということで、正樹氏の活躍は外せないというような、こういう流れになっていますね。そして、この、岸田さんのですね、奥様が、ですね、旧姓和田優子さんという方なんですけれども、この方もですね、この後触れますけれども、大富豪のですね、娘さんということですね、不動産事業を営む富豪の娘ということで、岸田さんがですね、一目惚れをして、そして、形上お見合いをしたということになっているようです。で、この岸田家なんですけれども、実はですね、こちらにあるように、首相を務めた宮沢家ともですね、親戚になっているということになっておりましてですね、で、現在の自民党の税制会長である、税制調査会長であるですね、宮沢洋一氏と岸田さんはいとこの関係、になっているということでですね、このように
まあ、非常にですね、この政界のサラブレッドとしてのですね、血縁、ですね、それから、資金ですね、人脈といったものを受け継いでいる岸田さんということになってくるわけなんですね。ではまずですね、このお兄さんのですね、岸田さんのですね、弟ですね、弟の武雄氏から見ていきたいと思うんですけども、失礼します。その前に家族構成をバッとですね、見ていきたいと思いますが、まずですね、祖父の正樹氏は実業家で、政治家で、あったと。そして父の文武氏は官僚上がり、通産省上がりの政治家であったと。でそして弟の武雄氏は会社経営者であると。ことですね。この後触れます。でそして、妻は優子氏ということですね。でそして、宮沢洋一税制会長、査会長は、いとこであるということですね。では、この弟の武雄氏なんですけれども、株式会社フィールジャパンウィズ K という会社を経営しています。で、業務内容を見ますとですね、特定技能制度外国人採用支援ということで、特にですね、このインドネシア、における、その、国内就労支援ということで、インドネシア人に特化した形で、外国人採用支援をしているという会社なんですね。非常にこの、まあ、得意な分野に絞り込んでいる、まあ、会社ということなんですけれども、まあ、この特定技能制度というのはですね、この安倍政権下において、まあ、移民制度ということで、まあ、非難もされたですね、制度となっておりまして、まあ、安倍さん時代からですね、この外国人の労働者を安く獲得するしようということで、実質的なまあ移民政策というふうにですね、批判されてきた制度があります。で、さらに岸田さんはですね、この8月にですね、留学生30万人計画というものをもともと文科省が出していましたが、それをですね、まあ見直してさらにですね、この増員をして、外国人留学生というものを多く日本に招き入れようというようなことを、まあ、言っているわけなんですね。ですから、この外国人を受け入れるです、ね、移民に関してもですね、非常にこの強く主導しているのが、この兄のですね、岸田首相ですね、そして弟がその受け皿となるですね、外国人採用支援を行っている会社を営んでいる、まあ、このあたりが非常にこの、まあ、ですね、まあ、利権が絡んでいるのではないかというですね、そういう疑惑の目も向けられているのがこちらの会社であり、それを経営する岸田さんの弟の武雄氏ということですね。武雄氏に関してはですね、ほとんどネット上に情報がありませんので、まあ、このあたりに留めておきたいと思います。そして奥様のですね、優子さんなんですけども、旧姓が和田ということです。で、和田家というのは、広島県の三次市で酒造業と銀行業を経営をしていたということなんですね、もともと。そして、この優子さんのお父さんは、和田国次郎という人物で、不動産会社の三次開発工業という会社の社長を現在も務めているようなんですね。でそして、ですね、東京女子大を卒業した後ですね、松田に入社をしました。そこでですね、役員秘書を務めていたそうです。でですね、88年に現在の夫、文夫と見合い結婚ということになっていますが、実際は、このですね、岸田さんがお父さんのですね、国会議員のお父さんの秘書として企業回りをしていたときに、岸田さんがですね、この優子さんに一目惚れをして、儀礼的にお見合いという場が設けられたということらしいですね。まあ、若かりし頃の優子さんはですね、非常にこのようにですね、美人さんでいたということなんで、まあ、岸田さんとしてもですね、一目惚れをしたと。で、岸田さんの若かりし頃の写真を見た方はご存知かと思いますが、相当なイケメンですね。岸田さんも相当なイケメンだったので、まあ、イケメンと、この美人さんということで、まあ、お似合いだったということでしょうね。このような経緯で二人が結婚しています。そしてここからは、この岸田家とですね、台湾とのつながりについて見ていきたいと思います。岸田さんがですね、これ当時37歳の時のですね、李登輝総統とのですね、写真、ツーショット写真になっています。ですね、これは岸田首相はですね、若手議員時代にたびたびですね、安倍さんと共に台湾を訪れて、李登輝総統と交流をしていたということなんですね。で、この、なんで台湾とのですね、つながりが深いのかということなんですが、これは岸田さんのですね、一族の家系図というものを遡っていくと見えてくるということです。この岸田さんのですね、非祖父の、この幾太郎が、実は台湾に移住していてですね、呉服店を開業していた、
ということが分かってくるんですね。台湾のですね、キールンという町がありますけれども、これがキールン銀座と呼ばれているですね、日本人がずらっとですね、このお店を並べていた、通りですね。ここにですね、岸田呉服店、という呉服店をこう作っています。この丸木って書いてありますね。これは岸田呉服店の木ということでしょう。ということでですね、この、まあ、被測の生太郎氏はですね、非常に開拓精神が旺盛だったということが、これで分かってくるんですね。で、もともとですね、この生太郎氏、農家だったと。1891年頃にですね、農機具、それから種苗、呉服などを北海道に卸し、そして、まあ、これ、拠点は広島ですからね、広島なんですけども、北海道にですね、これらのものを卸して、そして、北海道から広島にタダで買えるんではなくて、そこで北海道の海産物、昆布などを仕入れて、そして広島などで、販売をしていたというようなことをしていたわけなんですね。で、そのお金、そこで得たお金を元手にして、1896年にですね、長男の正樹が生まれて、2ヶ月ほどですね、2ヶ月後に台湾のキールンへ移住をするということで、子供が 2ヶ月という間もない時にですね、台湾に行ってしまえということでですね、台湾に移住するということですね。まあ、当時ですね、この日清戦争の終結の翌年でですね、まだこんなにその治安が良くなっていないと、激しいですね、この抗日運動などが続いていて、あれあれだった時期にですね、その子供が2ヶ月ぐらいなのに移住してしまえということで、まあ、非常にフロンティアスピリッツ旺盛の方だったということがわかります。で、ここでですね、呉服商と材木商を始めていきます。このようにですね、岸田呉服店という名称がここに残っています。1929年当時のキールン銀座の商店の名前ですね。で、ここにですね、岸田喫茶部という喫茶店もですね、開いていたということなんですよね。まあ、それ以外にも材木商をやっていたということになります。そして台湾に来たから4年後ですね、生太郎が帰国をします。そして、この呉服店は、台湾の呉服店は弟の太一郎が引き継いでいると。いうことなんですね。自分自身は帰っています。そしてその後ですね、しばらく家業を続けていきながら、今度は1906年には、満州ですね、厳密には大連、に移住してくるわけです。で、大連にですね、広大な1万5000平方メートルもの土地を購入をしてですね、ここでビジネスを始めようとしていたと。当時はこの日露戦争が終わって2年後であって、日本の租借地となってですね、間もない時期だったと。このいう時期にですね、もう満州で一旗を上げてやるぜということでですね、台湾と同じように開拓してやるぜということで満州に来るわけなんですね。これはですね、大連にあったですね、この、まあ、VIP の方たちが泊まっていた大和ホテルというホテルですね、麻薬王だったですね、アヘン王だった里見はじめもこのホテルをよく使っていたというふうに言われている有名なホテルだということですね。現在も残っています。で、この満州で一旗あげようぜというふうに思っていた生太郎なんですけれども、1908年の時、40歳の時にですね、急死をしてしまうんですよね。志半ばということでですね、若くして亡くなっていきます。はい。ということでですね、台湾との、この岸田家との接点っていうのはですね、この被測の生太郎氏が作り上げてきたものなんですね。そしてそれを引き、ですね、まあ、満州、今度は満州に、生太郎氏が、まあ、移住して、ここで一旗あげようとするわけなんですけれども、志半ばで倒れるということになりますね。で、このそれを引き継いで発展させてですね、ビジネス的に大成功を収めたのが、この、祖父の正樹氏ですね、になります。この正樹氏についてのですね、まあ、詳細については、また後編の方で詳しくお届けしていきますが、この正樹氏がですね、実は岸信介ですね、安倍元首相のですね、母方の祖父であるですね、この岸信介氏と非常に関係が深いんですね。で、自民党に入ってからは、岸派の重鎮としてですね、岸信介のブレーンとして、
活躍をする人物ということで、岸信介ともですね、非常につながりの深い人物ということになっています。で、この時に、満州でですね、この正木氏がですね、百貨店業を始めて大成功していくことになるんですが、同じくですね、この岸信介氏は満州経営のためにですね、総務省の次長としてですね、満州経営を一手にですね、率いていた時代がありました。この時にですね、満州の地で、この正木氏とですね、岸信介氏は、まあ、一年も満たない期間ですけれども、満州でですね、接点があったというふうに思われるわけなんですね。ですので、この満州におけるですね、百貨店事業の成功というのは、この岸信介とのですね、つながりというものが、まあ、ちらちらと見えてくるということになってくるわけですね。まあ、このあたり後編でしたいと思います。それから岸田さんのお父さんの文武氏についてもですね、実は非常に重要なですね、政界のフィクサーと呼ばれている人物とこの文武氏は非常につながりが深いということで、この息子のですね、岸田文雄、現在の首相も、その政界のフィクサーからですね、可愛がられていたというようなことも分かってくるんですね。なのでこの岸田さんというのはこういったですね、まあ祖先のですね、まあ海外における事業の成功というものをですね、財政的な基盤、そしてですね、この正木氏からですね、この引き継がれていく政界での人脈というものを引き継いでいるということでですね、まあ、なるべくして首相になったと言ってもおかしくない、そういった条件が整っている人物であるということが分かってきます。ということで後編はですね、この祖父、それから父、この2代ですね、についての詳細、そして岸田さんのですね、本質とは何かということを総括していきたいなというふうに思います。ということで今回は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。